じゃあ、ロゴだ。ナマステエブリバディー。どうも、なんちゃんです。サワジーです。今日は朝一、何をしますか。髪を切る。これをやりたいと思います。髪を切る。でもね、ただ髪切るだけじゃないんですよ。そうなんです。はい、これ、ムンバイの今ね、このこちら、改造サロン&スパさん来てるんですけれども、ここはね、何で有名かというと、すごいですよ。すごいんですよ。すごいですよ。髪を燃やし切るんです。まず日本じゃ絶対ありえない髪の切り方をやってくれる超デンジャラスな遊びなんですけど、これは遊びじゃないよ遊びじゃない、決して遊びではないよ。はい、じゃあ行きましょうか。はい、せーの、チャロー。すっきりしてます。そうですか。じゃあロゴだ。あ、いいじゃんそれ。あ、いいじゃんそれ。ユニバー的な。あ、それにしようぜ。すごいのあるよ。それにしようぜ。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、この辺ないかな。ああ、そんなイケメンになっちゃう。そんなイケメンになっちゃう。ですね。どんな曲ですか。あ、水です。あ、水ですか。水っすね。なかなかさ、サワジの顔をこんなドアップで見る機会はないっすよね。そうっすね。どうですか。レア動画に、いや、結構イケメンだと思う。すげえ上から。超うぜ。じゃあロゴだ。ムンバイはよく来る。ムンバイは一月に1回ぐらい。ああ、結構来るね。うん、仕事で来てます。まあ、あのさっき見せてた髪の毛になるって考えると相当イケメンになるだろうね。まあ髪型だけな。マジで超イケメンになるよ。内側の顔面がついていかないのか。いやいやいや、けど結構鼻高いよね。まあね、結構鼻高いよね。これ何の動画ですか。これ PV。 What's this? It's a fire haircut. Is all. Yeah. Is it for burning or is it for diminishing fire? すげえ。けど結構根元にやってるから、ね。ああ、そうなんだ。あ、じゃあ、あれか。最後まで燃え切らないようにしてるの。めっちゃ燃えちゃうな。店員さんまで撮ってるよ、俺。結構根元に白いの行くね。本当だね。なんか安全のためっぽいね。こう見ると剥げないといいね。それさ、期待してるでしょ。めっちゃ白いの吹きかけられてるよ。あー、そう。行く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 。え、もう行く。めっちゃ塗られてるじゃん。わあ、ちょっと緊張してきた。どう。死ぬ前の一言を。ちょっと剥げないように頑張ります。楽しみだね。これは水だね。さっきこれに水入れてた。うん、これ水です。あ、違う違う違う。あ、違う。油っぽい、なんか。あ、すごい、なんかね、変なに、油系の匂いがする。なんか油っちょ。あ、本当だ、ちょっと鼻にくるね。そうそうそう。いった、ライター持ってよ。来た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 。おー、燃えてる燃えてる。燃えてる燃えてる。おー、チリチリ言ってる。おー、すげえ。おー、すごいすごいすごい。おー、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 おー。おー、ソーリー流れてよ。ジャスティン・ビーバーのソーリーが流れてよ、このタイミングで。おー、めっちゃ燃えてる、すげえ。おー、すごいすごい。熱い、熱い。熱くはない、全然。あ、ちょ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 。熱かったよ、今。超燃えてんじゃん。超燃えてるし、超やっぱ焼けてる。すごい焼けてるさ、切れてる。おお。みんな見てるもんな。そんな珍しい。珍しいんじゃない。珍しいか。だって今店内にいる人全員見てる。やっぱ。おお。その距離怖い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 。すごいすごい。すごい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 。めっちゃ燃えてる。めっちゃもう髪の毛の先端焦げ焦げだよ。おお、すごいな、この
耳元でねチリチリ言うのが分かるんですよ。減ってんのかな意外に。どう下見たら減ってる髪。いやなんかね、うん、あの燃えかすが。あそういうことか。あそうだよね、普通に切るんじゃないんだもんね、うん、切ってない。そうか消えてんのか。こうあのカスが、はいはいはい、カスが下にいっぱい、はいはいはい、灰になってるね。これチリチリ言うんですよ、これがめちゃめちゃすごいね。おお、いってる。あ、これ結構おおおおおお、あ、いいね、これ映える映えるわざとやってんじゃないこれ。超一言。おおおおおおおすごいね。おお、めっちゃやるじゃん。カメラ目線お願いします。はい、あ、いいねてか、この人すごくない？この人一番やけどしてない？大丈夫？あ、減ってるわ。減ってる？減ってる減ってる。すごい、なんか絶妙な感じで減らしてるのかな。うん、あんまりでも、なんかね、普通に切った方が早い気するよね。それ言っちゃおしまいでしょじゃろうか。結局トップ切ってるっていう。結局トップ切ってます。あの焦げた部分を綺麗に整えてます、今。ああ、そういうことか。はい、やっぱ焦げてんすか。あんま、うん、自分で見てわかんないんだけど。全然焦げてますか。焦げてんのね。すげえ焦げてるね。あすげえ焦げてるよ。サザエさんに出てきそうだね。人生で初めてかもしれない。ワックスがっつりいくだろうね、これ。いくだろうね、これ、うん、おぉ、あ、でもワックスまとめたらそんなモリモリ、あ、モリモリだね。すごいね、インド人っぽいわ、うん、おぉ、そこ何なんだろうね。わかんない。この時何。マオダッチャ。すごいよ。すごいよ。やめてください。あ、いいねいいね。なんかね、ここがペプくん。どっち、こっち、こっちか。Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nice. ジャロブラ。And it was very good. And also, I like this hairstyle. Yeah, it's very short and it's very comfortable with the summer season. So I like it so much. Thank you.今回の髪の毛どういう感想ですか？あの、すっきりしてます。そうですか。How is your hair? Nice look. Nice. Oh, fine. Nice だそうです。感想は一言お願いします。Thank you very much. Thank you very much. So please tell something to Japanese people. I like Japanese. It's my...My man, my guest. He's a professional. Thank you. Thank you.
ダンネバー。はい、じゃあ最後日本のファンに向けて一言お願いします。はい、スネ夫にはなりますが非常にすっきりと切ってくれますし、あと炎もね意外と気持ちがいいです。はい、なのでぜひもしムンバイに来て、この辺の街道サロン来ることがあればね、ぜひ、この炎の、ヘアカットをぜひ試してみてください。はい、ということでした。ありがとうございました。今日のヒーローインタビューはサウジさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。